おはようございます。関根和夫です。よくネパールの人たちが経営している、埼玉県の伊奈町のカレー屋さんに時々行くんですけど、まあ、ネパールの人たちという、本当にカレー屋さんで、ネパールの方々がやっているカレー屋さん多いですね。東久留米にも美味しいカレー屋さんがあるんですけどね。先日、その伊奈町のカレー屋さんに行って食事をした後、店に飾ってあったネパールの綺麗な風景写真を一枚ずつ説明してくれたんですよね。まあ食事が終わって、もう帰る、まあ、立ち上がっていた時ですけど。で、一つの写真、同じような写真が2枚あって、明らかにその仏教関係の、記念の建物なんだろうなと思える、そういうのがあったんですが、これはね、ルンビニという町でブッダの生まれたところです。で、私の家からこのブッダの記念の建物まで自転車で30分って言ってましたね。で、その隣にあった写真を見て、これは中国の国境の近くで高い山がいっぱいありますっていう、いっぱい高い山あるっていう話をしてたんですね。で、隣にいたスタッフの方を指さして、この人の家はこの山の近く寒いとこって言ってて、私の家の方はそんなに寒くないというのことを言ってました。で、今は東京からカトマンズまで直行便があるという話をしていて、先生はいつネパールに行きますかって、綺麗ですよ。すぐ来て、ぜひ来てくださいっていう話をしていてですね。で、まあ話の中で、ネパールではやっぱり皆さんカレーを召し上がるんですか？食べるんですか？って言ったら、はい、カレー食べますと。豆カレーとか野菜カレーとか、この店より辛いのを食べますって言って。で、私のネパールの家では、食事の時全部集まると18人って言ってましたね。その小さなカレー屋さんでも全部入れても多分18人も入らないんじゃないかなと思いますけども。家族が集まると18人。だからたくさんカレーを作るって言ってましたね。で、豆カレーも野菜カレーも他の料理もいっぱい作って、それをみんなで食べると。で、18人の食事はたくさん作らないと大変だけど、でも、とても楽しいし、とても美味しいって言ってましたね。で、毎日18人分作るんですかって、そうですって言ってましたね。まあ、残り物は片付けながらっていうことなんでしょうけども。で、そうこうしてるうちに奥から、こう、袋に入ったものをスタッフが持ってきて、これはお土産って言って、特別なナンが入ってます。チキンカレーは奥様にってこう言ってですね、いただいたんですね。で、家で開けてみると、チキンカレーと、なんとですね、あんこの入ったナンだったんですね。まあこれはきっと日本に来てから開発したもんだろうなと思いながら、あんパンならぬあんナンを食べてみたんですけど、ちょっとね、お菓子のような味でしたね。楽しい交流が続くネパール人の経営するカレー屋さん。山地の、まあどちらかというと蓮田の駅に近いところなんですけども、いつ行っても笑顔で迎えてくれていて、最近は豆カレーと野菜カレーにハマっている私です。まあ、そのせいで元気なのかもしれませんけれど。カレーやっぱり好きですね。まあ、お茶の水の界隈、神保町の界隈にもカレー屋さんたくさんあるんですけれども、このネパールの人がやっているカレー屋さん、まあ、東久留米のカレー屋さんも、それから猪苗代のカレー屋さんも大変美味しくて、嬉しい食事の時間になっています。どうぞ元気でいてください。今日は皆さん何を召し上がるのかわかりませんけれど、どうぞ元気でお過ごしください。それではまた。
私